かぐや姫は1935年に公開された田中義嗣監督の日本映画、竹取物語を原作とした本作は特撮の分野に進出する前のつぶらや栄治が参加したことで知られている。この他にも正岡健造が人形アニメーションを担当したが、後述する短縮版ではこのパートがカットされている。本作では特殊効果が用いられており、 例えば切った竹の中から小さな女の子が顔を出す場面は合成によるものである。また船が嵐に遭う場面では特殊撮影が用いられている。1936年、ロンドン日本協会がイギリス人や現地法人向けの上映会を企画し、在英日本大使館に日本の童話や伝説を題材とした映画を用意して欲しいと依頼する。外務省は 大使館から相談を受けた後、国際映画協会に選定を委託する。そして、本作のイギリス行きが決まり、国際映画協会の監修で短縮版が制作された。本作は、風切り以降の上映記録がなかったことに加え、フィルムの所在も不明だった。2015年5月、イギリスの映画史研究家から、英国映画協会に、 本作の可燃性ポジフィルムについての情報が寄せられる。同年10月、国立映画アーカイブの研究員がブフィーの保存センターにあったフィルムを調査し、本作の短縮版であると認定する。それから6年間、ブフィーとの交渉を経て、この短縮版を不燃化したフィルムが日本で上映されることとなった。ありがとうございます。